斉藤良介斉藤良介から1909年6月22日は、明治時代の政治家、衆議院議員、通称は清治。渡辺騎七の次男として、出羽国田川郡、後の余目村に生まれ、1856年、斉藤二郎兵衛の養子となる。幼くして、鶴岡の戸丸広寺に関石を学ぶ。創年期に、両重事故で右目を失明した。 1877年1月、余目村理性となり1879年1月、後村の古町に就任する。1880年8月、山形県会議員に当選し、1886年同議長となった。1891年大津事件の際には、県民総大委員門主として、神戸へ赴いた。ほか、町村連合会議員、推理度公会議員、 東田川軍書記、県上委員、長平山委員などを歴任した。1892年2月の第2回衆議院議員総選挙では、山形県第3区から出馬し当選。第4回、第5回、第7回、第8回、第9回総選挙でも当選し衆議院議員を通算6期務めた。聖和学校、鶴岡の私立庄内中学校の創設に尽くした。また、 北海道手塩の開墾と古作人の移住を実現させた。ありがとうございます。